こんばんばはですバイオリン初心者が1か月間毎日4時間練習するチャレンジの19日目です。本日は2021年1月19日火曜日。ただいまの時刻は21時55分です。本日の練習時間はこちらです。4時間1分。はい、今日も4時間クリアしました。 そうですね、今日は、あのー、徐々に、徐々にというか、多分ここ、今月の残りは多分全部になっちゃうと思うんですけど、仕事がちょっと忙しくなりつつあり、危うい感じがしてきました。なので、仕事もしっかりやって、残業をね、しないでいいように、終わらせるっていうこと、しっかりやらなくちゃいけないんで、いろいろ大変ですね。そのためにはま多分 集中して仕事やらなくちゃいけないんで、睡眠時間を削ったりするのももちろんダメなんで、生活習慣ですね <laughs>。ここに来て、生活習慣の重要性を再認識しております。今日は、練習の中身的な話で言うと、ちょっとね、不読みを進めなくちゃいけなかったんですよ。明日のレッスンに向けて。なんかね、新しいことをやるモチベーションが湧かなくて、 ちょろっとしかやらなかったなまず明日レッスンなんでねちょっとがん明日の明日ね頑張んなきゃいけないんですけどなんかそういう日がたまにあるなっていう感じでしたあとはあそう今日の練習でトータルの練習時間私がバイオリンを始めてから今日までの練習時間が400時間を超えましたうんまあこの4時間チャレンジとは直接は関係ないんですけど 400時間ですよ。8月に始めて、今が、次の年の1月か。うん。まあ、なんかあっという間って感じですね。特に何も <laughs> 感じなかったんですけど、えっ、ー、と、振り返り動画みたいなものを作ろうと思ってまして、200時間刻みでね。それは多分明日、アップされると思うんで、それもよかったら見てください。今日は以上です。また明日お会いしましょう。バイバイ。